チャプターファイナル、始まりの木の、木と雲と。ここは、これって、くつまろう。オッティ、早く起きて。起きて。早く、って、もしかして。ダメだよ。あ、生きてた。持ってよかった。心配しちゃったよ。ピカチュウ、ここは？持ってみてみて。ここは？これは？おー、なんかすげー。生命の命って、生命の命？生命の木だっけ？すげーんだなー、これ。もしかして、生命の木？私もそう思った。枯れ果てた姿しか見てないからわからないけど、多分生命の木なんじゃないかな。生命の木がこんなに綺麗に。すごいよね。いろんな色の光でキラキラしていて、もともとはこんなにも生き生きとしていた木だったんだ。あ、あれは？こっちに向かって。セルネアス。まあ、いい役もらったな、マジで。わあ、なんか出た。君は。私はゼルネアス。生命の木の化身です。生命の木の、はい。ここは始まりの森。そして、生命の木もこの世に復活しました。すべてはあなたたちのおかげです。じゃあ、ダークマターは消滅しました。憎しみは飛び散ることなく、その場で安らぎへと変わっていき、光となって消え去りました。それにより、星と太陽の衝突もまた、免れたのです。じゃあ、そうです。あなたたちのおかげで世界は救われたのです。本当にありがとうございました。モッティ、ピカチュウ、やったー、私たちやったんだ、やったー、私たちやったんだ、やったやった、イエーイ。何？わーとかチーン。え、でで。あー、無茶だよ。あんなに勢いよくちゃ。18！ セレビーも。ピカチュウに抱きつき、行ったんだけど、スピードが出すぎちゃったみたい。でも。やったね、ピカチュウ、モッティ。2匹とも、ほんとすごいよ。本当にダークマターを倒すとはね。ジラジー、セレビー、ありがとう。でも、2匹ともなんで知ってるの？アルセウスがみんなに伝えてくれたのです。アルセウスが？世界中のポケモンに向けて発信してくれたんだ。この星は守られたって。実際世界を覆っていた闇も晴れたし、太陽も普段と変わりなくなったから、みんな大喜びだよ。そうだったのか。そう。だから、さっきもこうして喜んで抱きつこうと。ウェイ。あれ？なんで避けるの？なんかジラジーは勢いがありすぎるんだってば。はっきり言って、それ体当たりだよ。威力40。そうなの？喜んでくれるのは嬉しいけど、体当たりされるのはちょっとね、ダメージ食らうからね。ドエーイ突進。あれ？変ですね。ピカチュウに抱きつこうとしたんですが、一体どこに？天竜。あ、モッティ。おい。あれ？今度はモッティが、電竜さんの後ろですよ。ヤスパー。モッティ、やりましたね。ダークマターに打ち勝つには相当な困難があったと思います。それでもよくこの世界を本当に頑張ってくれました。ところでピカチュウは？あ、ピカチュウはどこに行っちゃったんですかね。あそこですよ、電流さん。あら、倒れてますね。どうして？さっき電流さんが突き飛ばしたんですよ。え？私が？電流って方向音痴だからね。しかも、よくぶつかりながら歩いてるし。ピカチュウ、ごめーん。ごめーん。大丈夫ですか？大丈夫。ちょっと、いじけて少しの間、倒れてただけだけど。ただいま、電流。ピカチュウ、本当にやってくれました。ダークバターを倒すなんて。ありがとう、電流。なんか、気持ちいいな。ねえ、もっと褒めて。ねえ、もっと。ドヤー。ドヤピカ。あ、調子こいてるね。
今回はみんなの力を合わせたから、生命の機能を上昇も止められたんだよ。うん、それは絶対に忘れないよ。みんなの力で。みんなで世界を救ったのよ。だからこそ今せっかくいい気分なんだから、もうちょい浸らせてよ。どやー。私たちは世界を救ったんだ。すごい。本当にすごいよね。ねえ、モッティ。モッティも一緒に浸ろうよ。え？ははは、そういうの苦手みたいだね。まあ、俺も結構リアルにこういうの苦手ですけどね。ピカチュウのドヤ顔はあんまり好きじゃないけど、でもよかった。2匹とも、よく無事で。ヤスパー。ヤスパー。あ！ガジェットが鳴ってますよ。来るか？誰か？聞こえますか？あー、やっぱり？出てるなの？いますよ。ここは始まりの森。私たちと一緒に。はい、団長です。ジアーチも一緒に一緒ですよ。みんな無事です。それより出てんね。こうして連絡が取れるってことは。よかった。ほんとよかった。あの時、石になってたから。で、出んね。あの時助けることができなくて。了解です。お互い帰ったら、また喜び合いましょう。長い。他の石に、なんだポケモンもみんな、元に戻ったよみたいだよ。じゃあ、変帝たち、アラティアスたちも、みんな、村のみんなも、おじいも、よかった。あれ？もう私、ダメ？ピカチュウ。いろんな感情が今になって吹き出したんでしょうね。そっとしておいてあげましょう。さてと、それでは皆さん、もうしばらくしたら帰るとしますか。ワイワイタウンに。おー、こうして、モッティたちは、ワイワイタイムへと帰っていきました。帰ると、街のポケモンたちの祝福で、もみくちゃになり、また調査団のメンバーとも再会し、世界を守ることができた喜びを、みんなで分かち合いました。そして、数日後。まだなんかあんの？まだなんかあんの？あ、もしかして、あ、そういう感じ？何？改まっちゃって。ヤスパー、ありがとう。おかげでいろいろ確かめましたよ。そんな、行き場なかった私に声をかけてくれましたし、こちらこそたくさんお世話になりました。ペコ。気をつけて帰ってくださいね。そしてモッティとピカチュウも。うん。お休みをくれてありがとう、電流。お休みか。なるほどね。穏やか村の皆さんによろしくお伝えくださいね。うん。じゃあ、帰るわけだ。じゃあ行ってきます。改めて、あの時はゆっくり。いや、かわいい！かわいい！ゆっくりしてこいよ。平和になったこと。そして、調査団長である電流の計らいもあって、穏やか村に、三人は、なんか、ルチャブルが荒ぶっている。お休みをもらい、穏やか村に帰ることになりました。おお、もともとニャスパーは帰る予定でしたし、村のポケモンたちが無事なのは分かっていても、やっぱり心配ではあったので、少しの間ですが帰ることになったのです。ここに立って初めてワイワイタウンを見たときはすごく新鮮な気持ちだったけど、今見るともう随分時が経ったような気がするね。そうだね。1ヶ月以上経ってるね、リアルにね。みんな石から元に戻れて本当によかった。モッティ、ピカチュウ、改めて言うね。世界を救ってくれて本当にありがとう。それにしても不思議ね。村にいたとき、モッティが人間だってことを聞いたけど、あの、ミュって言ってたっけ？古代のポケモン。そのミュに呼ばれて、まさか大昔にもダークマターと戦っていたなんて。うん。ほんとそうよね。私もテレビから聞いたときびっくりしたよ。記憶ないからなんとも言えないんだよな。覚えているかどうかはともかくとして、
モッティはちゃんと使命を果たした。今も昔も、モッティはこの世界がピンチになると必ずやってきて危機から救ってくれる。モッティは私たちにとってヒーローなのよ。そうです、僕はヒーローになったんです。それを忘れないでね。そうよ、モッティは私たちのヒーローなのよ。そうです、ヒーローです。どうも、私はヒーローになれました。うん、だからもっと胸を張っていいんだよ。ほら、こんな感じでドヤー。その顔やめて、私あんま好きじゃない。あ、ごめん。はははははは。ニャスパ、ピカチュウ、あれ、ちょっと待ってよ。自分は大昔にもこの世界に来ていて、ダークマターと戦って人間の世界に帰っている。きっとポケモンの世界では役目終わったからだ。だからダークマターが消滅して世界が平和になった今、この後自分はどうなるんだろう。役目終わった今、あ、確かに帰るんじゃない。ここを離れてみんなとお別れすることに。あれ、モッティ、なんか冴えないね。思い詰めていたようだけど大丈夫？うん、まあそっか、大丈夫ならよかった。とにかく早くみんなに会いたいよね。行こう。 Yes。 ははは、 Yay、 Let's go to Odayakamura。 Yay。 谷を渡り、山を越えて、これ山を越えて谷を渡りだったでしょ。あの時モッティたちは Odayakamuraへと向かいました。そして来たー、Odayakamuraねえ、私たち帰ってきたの知ったらみんな驚くかな。みんな帰ってき、あれ、誰も、あ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 ー、誰もいないね。どうしたんだろう。モッティ、みんな、ピカチュウ、みんな、ニャスパー、おかえり。あー、わー、もう懐かしいメンツが、パチパチパチ、わー、みんなお帰りなさい。どんな声だったか覚えてない。なんで私たちが帰ることに知ったの。ニャスパーが教えてくれたんだ。ニャスパーが、それでみんな驚かそうって話になって、なんなの、私たちみんな黙ってたの。うん、しきじかと話してそんな流れに。たとえニャスパーさんが教えてくれなくても、みんな帰ってくるのは分かってましたよ。隠れも商店情報はもう侮ってはいけませんよ。とにかく本当によくやってくれました。2匹の活躍で世界は救われたのですから。ええ、感動です。また握手の教育が間違ってなかった。多分ね、それ違いますね。多分ね。モッティ、そしてピカチュウ、ありがとう。ありがとうです。立派になりやがって。正直お前たちのことを侮ってたよ。ずっと子供扱いしてごめんよ。そしてありがとうよ。ありがとう、ありがとうございます。みんなよかった。元に戻れて。そういえばこの花さんは、この花はって帰ってきたの。こっそりね、そんな話聞いてたんだけど、この花さんはもう出て、え、おじい、村のポケモンたちにみんなに謝って回ってたんじゃが、モッティにはやはり顔向けできんということで、ちょっと前に出て行った。この花さん、ものすごく反省してしましたし、私たちは何とも思っていませんよ。操られてたのは仕方ないよな。モッティには顔向けできんが、いつか必ず帰ってくるとは言っておった。それをモッティに伝えてほしいとも。この隔たりも時が解決すれることもあるだろう。待ってやってくれるのが、この花。おじい、大丈夫だった？心配だったんだよ。ああ。思えば、わしがお前を一度として褒めたことはなかった。本当の親でもないのに、すまんの。ピカチュウ、よくやったな。ありがとう。おじい、わー。ピカチュウ、くっす。さあみんな、これからピカチュウを祝福だ。おー、チョボマキのセリフがない。チョボマキだけない。こうしてモッティたちはたくさんの歓迎を受けるのでした。平和になった喜びと同時に、この世界に何が起こったのか、みんな話を聞きたくて仕方がありません。ニョロモとかって出てきましたっけ。出てきましたね。アバゴーラの家には村のポケモンたちがひっきりなしに集まり
あ、つまり、ピカチュウの話を、ピカチュウの話に耳を傾けるのでした。それで、モッティは大昔にもこの世界に来ていて、ミュウってポケモンと一緒に戦ったみたいで、その戦いの末にダークマターは星の並びでしょ？そうそうそう、それ、星の並びで、ダークマターは、おい、頑張れよ！みんなの笑い声とともに、話は盛り上がり、楽しい時間を過ぎていきました。そうして夜遅くにやっとお開きになると、みんなは自分の家に帰って、よいしょ。みんなは自分の家に帰っていったのですが、モッティはというと、今この花の家には誰もいないということもあり、今夜はピカチュウと一緒にアバゴーラの家に泊めてもらうことになりました。ほい。で、砂をかいて、砂かきじゃないか。ピカチュウの部屋か、懐かしいなぁ。うん、ベッドの用意できたし。モッティ、今日は楽しかったね。でも、喋りすぎたせいか、急に眠気が。あー、もうダメ、寝るね、おやすみ。バタッ。ピカチュウ、かなり疲れてたんだな。確かに今日は楽しかったけど、楽しい時間はいつまで過ごすことができるんだろう。ピカチュウやみんなと過ごせる時間が、自分はいつここを離れることになるんだろう。確かにね。昔のことを思い出しながら見当もつかないな。自分がちょっと疲れてるのかな。自分もちょっと疲れてるのかな。横になりながら考えよう。バタッ！そうだよ。そもそもいつ離れてしまうかよりも、自分はどうしたいかだよね。え？あ、そういう流れ？この世界にいたい。そうだね。一緒にいたい。じゃないと終わっちゃう、本当に。そうだよ。自分はこの世界にいたいんだ。だったらこの世界に残れる方法を探せばいい。絶対にあるはずだ。探そう。明日から、その方法を探すから、終わらない。このゲーム。そういうゲーム。ポケダンって、気持ちいい朝。モッティはぐっすり眠っているから起こすのもあるし、ちょっと一匹で散歩にでも行ってくるかな。スタスタスタ。あれ？あの光は？大きな木のある方、丘の方に降りてきている。ね、おじいおじい。おじい、おじい。はぁ、あ。あれ？ピカチュウはいない。どこ行ったのかな？おら、お。おじいおじい。おう、おはよう、モッティ。だいぶお疲れのようじゃな。かなりぐっすり寝ておったぞ。ん？ピカチュウか？ピカチュウなら大きな木の丘に行ってくるって言ってたぞ。あ、懐かしいな。自分も行ってみよう。よし、行こう。もう寄り道せずに、パパッと行きましょう。エンディングですから。懐かしむことはまあそこそこにして、おそらく、この先に何かがあるだろうと。はい。さあ、やってきた。伝説の木の下で。ピカチュウ。あ、モッティおはよう。モッティ。見て、雲が気持ちいいよ。雲？あ、座ってる。かわいい。ほんとだ。思えば、前にもこんな感じの雲だったよね。モッティと出会えたばかりの頃、私はこの丘で自分の夢を話した。絆のスカーフの分けあったのもここだし、電流から調査団見習い任されたり、2匹で村から出る決意もしたのもここだった。ここにはいろんな思い出が詰まっているよね。そうだね。懐かしい。ここいいところだよね。やっぱ自分はこの世界にいたい。よし！ピカチュウ！こういうことなんだ。運命について話した。モッティ！運命について、この世界での役目は終わったこと。それが終われば人間の世界に帰ることになると思うこと。でも、それでもモッティはこの世界に残りたいこと。それができる方を探したいこと。それらをモッティは懸命に話した。何より自分はピカチュウと一緒にいたい。ずっとピカチュウ元気でちゅう。ありがとう。ありがとう、モッティ。モッティ、私がなんでここに来たかわかる？この丘に光が降りてくるのが見えたの。光はゼルネアスだった。ゼルネアス？私を見つけること、見つけるとこう言ったの。私を起こしに来たって。ゼルネアスが？ピカチュウを起こしに？約束だからって言うの。ゼルネアスが私と約束？本当に訳がわからないと思ったんだけど、ゼルネアスの角に触れた途端全てがわかった。思い出したんだ。モッティ、私は2
ミウナ。うん。セビーに、今回の戦いは私の戦いだと思うこと言われたね。そうだね。そうだね。なんかそんな気がしたし、それから吹っ切れた感じもあったんだけど、それが何なのか全くわからなかった。でもセルセアスに触れてようやくわかった。私の前世がミュウなのね。前世がミュウなのね。ミュウが変身してピカチュウになってたわけじゃないのね。今はピカチュウなのね。よかった。よかった。ちょっと、よかった。安心したわ。私とモッティは、古代でも会っていたの。古代の戦いでダークマターは、星の並びで停止していたことになったけど、実はそうじゃなかった。モッティとミュウの力で倒したんだけど、普通に倒しただけではダメだった。ダークマターから砕けた憎しみが世界に飛び散って、遠い未来、つまりこの時代に復活することが約束されていた。つまり、古代での戦いが失敗したの。ミュウが、私が失敗したの。そして、その時から私は全てを背負う覚悟でした。自らの魂を、ピカチュウという命に変えて、未来へ送り込んだのよ。ピカチュウ、君は、モッティが記憶をなくしていたのもオーベムのせいじゃない。モッティがこのポケモンの世界に来る前に、私が、あえて消したの。また、モッティもそれを承知の上でこの世界にやってきたんだよー。わからなくなってきたよー。光の水とか、対抗策もいろいろ残したけど、あえてそれに頼らずに、相手に突っ込まれた上でさらに上を行かないと、今回は勝てないと思っていた。なるほどな。昔の教訓を踏まえてだったのか。ああいうの、この世界は。ダークマターは古代のポケモンたちの負の感情から生まれたもの。その負の感情の一部はミュウも占めている。私がダークマターを許したことで、ダークマターは消滅したけど、その一部はミュウ自身でもある。つまりミュウは、私自身が許しを得るための戦いだったの。だから、ダークマターを許した瞬間、その一部である私も、また消滅することになる。消える運命あったのは、モッティじゃない。私の方だったの。わかんなーい。ってことは消えるの？ねえ、消えるの？ゼレナシのよみがえしたの。ゼルネアスの角に触れて全てを思い出したとき、私は消えることになっていたんだけど、せめてモッティと話をさせてほしいって、それが終わったら消えるようにしてくれって、だから、最後にモッティとお話が、ミュウだけどミュウじゃわかん、お前ピカチュウだよ。お前はピカチュウだよ、ピカチュウだよ、猫であるみたいなこと言うなよ。猫であるみたいな言い草ですんなって。昔はミュウとは違っちゃった、ミュウ心で言うと、役目を果たして喜びがいっぱいだけど、ピカチュウの気持ちで言うと、私の夢が途中で終わってしまうのが残念なのと、あと、君とお別れしなければならない悲しさで、モッティ、私もモッティと一緒にいたいのよ。本当はずっとずっと一緒にいたいのよ。でも、消えるの？ピカチュウが？時間がないみたいだから最後に言うね。この世界はいろんなポケモンたちが支え合っている。許してやっている。生きている。わがままだった私、それを教えてくれたのは、モッティ、君よ。ピカチュウ、すごく楽しかった。自分の夢に向かって、モッティに会えて、まっすぐ進んで、ピカチュウ、本当にありがとう。みんな、モッティのおかげ。ピカチュウ、ピカチュウ、ピカチュウ、こんな結末の記憶があった時の自分は覚悟していたのか。悲しい思いすることなんか分かっていてもやり抜こうと、世界を救うために、何より全てはピカチュウのために、ピカチュウ、わあ、なんだこれ。こう、もうなんか、どんでん返しが、多すぎて、なんかすごいな、今回のポケダン。ちょっと、あまりにも、なんか、いろいろ言葉を失う場面が多かったっていうか、全く予想つかなかったな。わあ、終わったー、やりきったー、うわあ、スパチュン中村さん、
やあ、ということで、全何パートですか？もう2ヶ月丸々かかったでしょう。パート56、57、55、それくらいかかったと思いますけど。いやあ、これにてポケモン超不思議なダンジョン本編完で OK ですよね。うわー、どうよこのボリュームよ、でこのストーリーよ、で急激に難しくなるこの不思議のダンジョンよ。あれだけ前半ぬるいぬるい言ってたら急にレベルが上がってよ。で最後はどんでん返しのどんでん返しのどんでん返しよ。いやこれね、あのね、僕途中から結構思ってたんですけど、全部分かりきった上でもう一回最初からやりたいよね、これね。なんかさ、多分このパート見てくれてるってことは一番最後から最後までね、多分見てくれた方が多分大多数だと思うんですけど、このさ、特にこの10パートぐらい結構激動だったじゃないですか。このストーリー全部回収した上でもう一回頭から見たら絶対面白いよね、これ。いや、なんか本当に、なんかもう超大作。まあ全米が泣いたレベルっていうかね。いや、じゃないですか、これは。そんなことすごく思った。でも、ポケダンっていうのは、ストーリークリアしてからが本番ですよ。ね。ストーリークリアするまで本当多分時間かかったからね。ここから、また、ね、これからのストーリー、まあ、表でやるか裏でやるか、どうなるかわかんないですけど、とりあえず、ま、やってくわけでしょ？どうなんのかね。まあ、不思議なダンジョンっていうか、99回ダンジョンもまだ行けてないし、まあ、もちろんまだ行けてない大陸もありますから、ありますからね。まあ全然終わってないしね。回収してないイベントとかもいくらでも多分後あるし、っていうか、繋がりオーブまだ100行ってないでしょ、みたいな。7分の1埋まってないんでしょみたいな。いや、だから、こっからが、正直本番なんだよね。そう考えるとさ、ちょっとこのままでは終わらせられないなっていう気持ちはものすごい多いですけど、まあ、とにもかくにもね、とりあえず実況動画としては、ここで、一段落ですからね。終わりに、したいと、いうふうに、思う、わけでございますね。デバッグだからもうちょっとあるかな？そうだね。ぜひともね、この超大作、まあネタバレは極力控えてねってちょいちょい言ってましたけど、ぜひともね、この動画のコメント欄に、皆さんのね、この超不思議のダンジョンをプレイされた上で、ね、プレイされた上でのね、感想、思いの丈など、ぜひとも書いてほしいですね。で、なんかそれまとめてさ、スパチューンやら、ニンテンドーやら、株ポケやら、ゲームフリーク関係ないかもしれないけど、ゲームフリークやら、ちょっと送って、ねえ、こんだけの人を感動させてくれてありがとう、言いたいですよね。そう、あの、消えかけた言葉の時もありがとうですからね。ちゃんと見てましたよ、僕は。ほんと消えかけてましたけど、ね、伝えたいなと思う、思ってはいる。なお行動に移すかは、ゲフンゲフン。いやーね、ぜひともだから、ちょっとコメント欄が感動で埋まるようにね、ちょっとみんなも書いていただきたいな、というふうに思います。いや、なんかね、ちょいちょいね、いや、正直、なんか、ちょっと大丈夫なの今回みたいな話は、ちょいちょいなんか他方から聞いてはいたんですよ。噂でね、流れてきて、なんか今回のポケダンは、ああだこうだみたいな。あったけど、正直、結構歴代の中でもなかなか良作な部類じゃないですか、これ。結構面白かったよ。普通に。なんか、ずっとこのテンションでね、なんか楽しみながら、喋れましたよね。実況できましたよね。ね。もう普通になんか楽しかったですけど。やっぱ実況やってたからなのかな。ポケダンが好きだからなのかな。まあ、ポケダンも好きだし、ポケモンも好きだし、ローグライクも好きだし。まあそういうのが全部相まったら、最高なゲームなんじゃないかな。ね。いやー。だいぶ、話したい内容は話したんじゃないか？とりあえず感想としては。なんだろうね。
まあ、ポケダンはまた今後とも続いていくでしょうからね。まあおそらく次の新作たりと、もうまあ2年後3年後とかにも出てくると思うので、もし、その時ね、どういう感じになってるかわかんないですけど、まあ実況続けられていたら、続けたいですね。やりたいですね。田尻さとし。宇都宮さん。川村さん。山上さん。そして、エグゼクティブプロデューサー、神田。ああ!そうなのか。関わっていたのか、イワッチ。そして、カブポケ、石原常勝。なるほど。そうか、カブポケなんだね。カブポケなんだね。クリーチャーズなんだね。ゲームフリークなんだね。で、スパチュンなんだね。超大作じゃないですか、こうやって。これだけ、素晴らしい方々の名前が並ぶんだからね。うん。じゃあ、ちょっとみんなで感謝の言葉を伝えよう。ありがとう、マスダー!マスダー!ありがとう、マスダー!マスダー!ちょっと待って。ちょ、DS 置いてた。DS 置いてた。必ず惹かれ合い。また会える。そうだな。いつかきっと、また、会えるよな。会えるよな。ピカチュウ。絶対お前は、この次のパートで帰ってくるだろうな。俺はそう思って、今日はここで収録を終わるぜ。